皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。ついにマイクプリアンプを買ってしまいました。わーという喜びの動画でございます。まあかれこれ3年4年くらいになりますかね、ずっと迷ってたんですよ。マイクプリアンプ買おうかな、買った方がいいのかな、どうしようかな、でもなくてもなんとかなっちゃってるしな、どうしようかなみたいな感じで、けれども今までたくさんレコーディングをしてきて、これからもレコーディングをして音源を作ったりとかすると思うんですよ。なのでまあ一回ねピャッと買ってみてもいいかなと思って、ついに、買ってしまいました。ちょっと動画をご覧いただいている皆様の中には、おい滝沢お前むしろ今までマイクプリアンプ使ってなかったのかよっていうふうにこう突っ込まれるパターンもあるような気がするんですけども、すいません、マイクプリアンプ使ってませんでした。今回初めて買いました。すいません、ちょっと、これから、頑張ります。すいません、ありがとうございます。今回購入したのはこちら、フォーカスライトの ISA1 という機種なんですけれども、マイクプリアンプおすすめとかマイクプリアンプ初心者向けとかで検索すると必ず上位にまず出てくる超定番のエントリーモデルという感じでございます。以前コラボした萩原さんもねブログの中ですっごい絶賛されてましたし、あとサウンドハウスで今ポイント10倍キャンペーン、ポイントが10倍つけようというキャンペーンやってたんで、買っちまおうということで5万1800円で購入してみました。でどのブログもねもうすごいもうベタ褒め、めちゃめちゃ音がいい、使いやすい、おすすめ、初心者向けみたいな感じで、もう10万円を超えるものに、ね、引きを取らないみたいな感じで、もうすんごい評判、もうバチクソいんですよ。けれども、どのブログでも必ず書いてあるのが、でかい、重い、ということなんだけども、確かにね、ちょっと僕もね、マジかって思いました。でかっつって、でかいっすよね。これやばいっすよね。サウンドハウスからその段ボールにさ、入ってさ、こう届くじゃないですか。もうその段ボールがでかすぎて、最初びっくりしましたもん、ね。これ、マジこれプリアンプマジでみたいな感じで。で、中を開けてもびっくりですよ。箱でかっつって。まあもちろんこの側ね、その外側はその大きめに作られているけれども、それにしてもでけえなって感じっすよね。で、まあ実際中を見てみましても、こんな感じでございますよ。まあなかなかいいサイズ感よねなかなかいいサイズ感よね。これだけでもね、ほんとマジでけえなマジでちょっとでけえでけえとは聞いていたけど、ほんとにでけえな。これマジやべえな、すげえな。まあ、マイクプリアンプってそもそも何よっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとお話をさせていただきますと、まあ、簡単に言うと、そのマイクの音を、作る装置という感じです。まあ、そのマイクっていうのはさ、その声とかアコギの音とかさ、こう入力するじゃないですか。で、こうベベってこう電気信号に変わるんだけども、その電気信号はケーブルを伝わってベベベベといった後に、何かしらのこのね、音を変換する装置をかますないと、音として扱えないので、そういうのが必要になってくるわけですよ。これギターアンプとかもそうなんだけども、で、その音を変換する装置みたいなのをプリアンプって言うんだけども、このプリアンプっていうのは必ずもうマイクとセットで必要なわけでございます。で、僕今までなんでプリアンプ使わなかったかっていうと、マイクプリアンプ持ってなかったかっていうと、大体ついてるんですよ。例えばこのミキサーだったらここに、なんかちょっと名前わかんないけどね、1、2、3、4台のマイクプリアンプがこの中に内蔵されてるんです。で、オーディオインターフェースとかも一緒。僕が使ってるそのスタインバーグの UR44 とかも、その前面のところに4個、このね、つなげるところがあるんで、それぞれに対して4個のプリアンプが、独立して入ってるんですよ。で、そのプリアンプのサイズ感がどんだけかわかんないんだけども、まあ、それぞれこのプリアンプ、プリアンプ、プリアンプ、プリアンプって感じで、このミキサーだったらば、4個のプリアンプが入ってるから、4個突っ込むことはできるんだけども、まあ、びっくりすることに、このプリアンプ、1個だけです。ここだけのこのプリアンプのところをズババババッと超高性能にしたみたいな感じのあれなんですけれども、だからこんなでかい図体して1チャンネルしか使えないわけですよね。すごいよね、すごいよね。このミキサーに入ってるここのこのマイクプリアンプの部分がまあズババババッとなってこれやと、まあこんだけ大げさって言ったらちょっと失礼かもわかんないけど、こんだけ大げさになったらそらまあ音も超良くならないと困っちゃうよねっていうところもあるんだけども、まあこの動画の中で、ね、実際その弾き比べというか聞き比べか、していこうかと思いますので、どんな感じの音なのかちょっと一緒に楽しんでいきましょう。機能とかも紹介しながらやっていこうと思いますので、ぜひとも楽しんでいただけたら幸いです。マジでかいな、これはやばいな、すげえな、これ半端ねえなマジで。
てなわけで、アコギの演奏を通していろんな音を聞き比べていただきました。いかがだったでしょうか。今回使ったコンデンサマイクはこちら、ベベン。アーカーゲの C4 インチの XL2 というコンデンサを使ってアコギの音を録音していったんですが、まず一つ目が、このスタインバーグの UR4 に直接繋いだ音。で、二つ目が、ISAY に繋いで、このインピーダンスを選ぶモードが4つあったので、これを順番に試しました。ロー。ISA110、ミッド、ハイという感じなんですけれども、いろいろ聞き比べてどうでしたかね。正直なところ僕はっていう感じでございました。まあよく聞くとね、低音の出方とか迫力というか、そのピッキングのこの音の立ち上がり、輪郭とかにこうね、あの存在感というのかな、そういったこの差があるかなとは思ったんだけれども、今のところまあ強いて言うならば違うかなみたいな感じで、ちょっとまだ実感がそのに湧いてないかなというところが本音なところでございますけれどもね、これからそのアコギ以外のボーカルとか鍵盤とかベースとかいろんな楽器をこれを通して録音することで、もしかしたらね、今後この演奏動画の撮影とかレコーディングとかで、もう ISA1 いいじゃないって思う時があると思うので、ちょっとそのね魅力とかに気づけたら、また続編を作っていこうかと思います。とりあえず今回はアコギだけで撮りましたけども、本音のところっていう感じでございました。もしよければね、皆様の方でも音を聞いてみて、あこの辺違ったとかね、こういうところ良かったとかね、あこんな違いが見かけましたみたいな、なんかそういったご意見とかね、コメントとかありましたら、バシバシしていただけますと幸いでございます。とりあえず、僕の今回のアコギの検証に関しては、まあまあ、そんなもんかなと。ちょっとこのデカさとこの重さと、まあ5万1800円は、っていう感じでございました。次回の期待。そんなわけで今回はですね、このフォーカスライト ISA1 のご紹介でございました。ちょっとね、あんまりこの魅力が伝えられなかったとこではあるんだけれどもね、続編、作っていこうと思いますので、ぜひともそちらも楽しみにしてきたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ。